まあ、ホームランをこう続けて打ってるんで、ここで打ったらすごいことですけどね。そこにも期待。さあ打球はレフトで上がって、レフトの前、レフトの前、レフトの前、スタンダー、試合終了。ファイターズ2016年シーズン見事な見事な大逆転のパ・リーグ制覇になりました。1対0、この大事な試合で大谷翔平なんと完封勝利で自力で優勝をつかみ取りました。お見事です。そして今輪ができまして、栗山監督もスタッフのみんなとやっと笑顔での喜びです。いやー、しかし今日のこの大事な試合の 1-0 での完封勝利、本当ですね。こんなピッチングをする大谷翔平、来年も見たいですね。まあ、まだね、これからクライマックスがあってね、まだまだ大事な試合が続くんで、この大谷翔平のピッチングあるいはバッティング、はい、どっちもこう注目していく、またあれは見たいですよね。そして今栗山監督出てきました。いやー、今もう本当に良かったという表情ですね。まあ、でも栗山監督もね、こう出迎える選手のみんなもね、ハグをしながら、はい、本当に一緒になって喜んでますもんね。中田翔の目からも熱いものが込み上げています。この逆転優勝、あれだけ突っ走ってるホークスを諦めずに、はい、ずっと追いかけてかわして、そして頂点ですから。そうですね、やっぱりチームのまとまりっていうんですかね、はい、それとあの打線のこうつながり、この辺はものすごくあの勉強になるチームだと思うんですよ ね。やっぱ他球団の昨日ファイターズでやるのは嫌だっていう子多いですからね、はい、残り1試合を残したところ、まあ、敵地西武プリンスドームでありますけども優勝を決めました。まあ、これがまた持ち越しになっていると、またねプレッシャーの中での戦いですから。だからまあこれでね、まあ、決まって、まあ、あの中1日置いてね、札幌ドームに戻ってね、はい、ファンの皆さんに優勝報告がもう笑顔でできるっていうところですよね。本当にね、あの武田勝がね今シーズンでね、はい、引退ということもありました。ずっとベンチにはね、俺のために優勝してくれみたいなね、はい、そんなメッセージもあって、ね、これですよね、はい、これをベンチに張って戦って、そしてそれを成し遂げた、今年は本当に栗山監督にとっても意味のあるリーグ制覇になったと思います。やるとこうやって、はい、本当ですね。ですからまだその優勝の胴上げというのはまだ始まらないのか、そうなんですよね。まずは自分たちでその